あ、すごいすごい。あら。あら。キャッチボールするんじゃないの？てってれー。そのドッキリでしたー。ソフトボール投げ？実力テスト。全国2位です。全国で2位。65メートル。すごいな。公式はどれぐらい行くんですか？80ぐらい。80？ そう、俺現役時代66。え、マジで80投げれるの？おう！え、でもこれ多分もう塁間以上離れてますからね。僕今これぐらいですから、届く距離。高校が特春、はい、ってことだったんですけど、まあ、男子はやっぱり厳しいイメージあるんですよ。女子野球も厳しかったんですか？まあ、それなりに。この辺の県立高校の野球部よりかなり厳しいんだろうなっていう。この前はすっげーバッティングしてたしな。去年一昨年ぐらいに卒業されたんですよね。そうですね。今はどちらで？今はウェルビーの大学で、はい、女子野球をやってます。あ、女子野球ウェルネス、うん、よく聞きます。人数がなかなか集まらない。あ、どこまで下がる気なんだろうな、本当に。これ70って言ったらもうだいぶ下がるぜ。そろそろやめときます。いや、全然いいんですよ。むしろ投げてもらった方がありがたいですけど。いや、それはねっていう。それだって今でさえもうね、どこ映るかな。今でさえだってもうこの距離でやってんだから。これ試合前のピッチャーのアップよ。草野球レベルの。それ軽々と投げられるんだからもう。ちょ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 、すごいな、やっぱ一歩ずつちゃんと下がっていくのが。やっぱ遠投遠くに投げたいってなって相当練習しました？そうですね、小学生の時はもうバンバン投げた。あー、やっぱそうだよな。努力家ってちげえわやっぱ。全国のサボり屋に聞いてほしい。すっげえ投げてシューってなってるもん。なんか将来何やりたいとかあります？やっぱ指導者になりたいかな。ぜひなっていただきたい。やっぱ女子野球のとか。そうですね、高校の女子野球をもうちょっと発展させたいな。はい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 。そういう感じです。ぜひぜひなっていただきたい。ってことはあれですか、教員やりつつって感じなんですか？そうですかね。教員取れたらまあ監督もできますからね。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今
並行してモンタナさんの現代モデルも8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。